アサヒハイフューチュリスティックス2022、4年間 100% 馬券内条件。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のギャグでございます。本日は5分でわかる外球データ編ということでございまして、アサヒハイフューチュリスティックス2022をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去のアサヒハイフューチュリスティックス外球傾向を学ぶということでございまして、外球馬は過去のアサヒハイフューチュリスティックスでどのような構想をするか確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のアサヒハイフューチュリスティックスはどんな馬を狙うということでございまして、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。なおですね、前頭診断に関しましてはすでに動画公開済みでございますので、ぜひご覧ください。そしてですね、今回動画でまとめましたデータ該当馬に関しましてはですね、週末出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせておりますます。下の概要欄から1秒登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。それではこちら、アサヒハイフューチュリスティックス2018の傾向でございます。1着はアドマイマーズ、2着はクリノガウティ、3着はグランアレグリアでございました。今年は3着のグランアレグリアがノーザファームティーでの外球仕上げでございました。そしてこちら、アサヒハイフューチュリスティックス2019年の傾向でございます。1着はサリオス、2着は大成ビジョン、3着はグランデーでございました。今年はですね、なんと3頭すべて外球仕上げとなっております。そしてこちら、アサヒハイフューチュリスティックス2020年の傾向でございます。1着がグレナディアガーズ、2着がステラベロチェ、3着がレッドベルオープンでございました。今年は1着と2着がノーザンファームシグラキでの調整でございました。そしてこちら、アサヒハイフューチュリスティックス2021年の傾向でございます。1着がドーデュース、2着がセリフォース、3着がダノンスコピオでございました。今年は1着のドーデュースがノーザンファームシグラキでの外球仕上げでございました。アサヒハイフューチュリスティックス2022年ネラマということでございまして、東京勝ったらノーザンファームで外球仕上げだの法則でございます。2018年3着のグランアレグリア、こちらはサウジアラビアロイヤルカップからノーザンファーム10位での外球仕上げ、そして2019年1着のサリオス、こちらはサウジアラビアロイヤルカップでのノーザンファームシガラキでの外球仕上げ、そして2020年1着のステラベローシェ、こちらはサウジアラビアロイヤルカップノーザンファームシガラキでの外球仕上げ、そして昨年2021年1着のドーデュースはアイビーステックスからノーザンファームシガラキでの外球仕上げでございました。これ4年連続で必ず馬券に来ている法則でございます。東京で勝ったらその後ノーザンファームでの外球仕上げ、この馬は絶対に狙いです。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。なおですね、外球に関して、ヤギが最後までね、調べていきますので、調べ終わったらですね、サイト内で無料で公開させていただいております。下のね、概要欄にもございますので、こちら参考にご覧ください。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は、日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解も、コメント欄にお寄せください。そして、最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よし、いいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。